どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ・インボーク。メンテナンス1時間延長したメンテナンスが終わりまして、クリスマスのイベントと、占領戦始まりましたね。まあ、イベントに関してはね、まあ、またおいおいやっていくんですが、今回はこのクリスマスの、目玉派遣ガシャということでですね、まあ、キャラクター出てる通りなんですけど、見ていきましょう。クリスマスなんで、サンタクロースのお手伝い、金木健ですね。こっちが 20%、時間カットマイナス4分。これは獲得、あれね、新情報ね。で、コインカット、時間カット、成功率アップと。はい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 、はい。で、フレンド効果が 20% の、情報獲得率アップね。まあ、イラスト的には、まあ、絵とか欲しいかなと俺は思ってるんだけども、でかっ、あれなんかイラストでかくね、画面いっぱいいっぱいにあるイラストってなんか俺初めてのような気がするんだけど。これは15分カット、コスト 15% カット、5分カットのレアクリ 15か。これ、普通ここにあるときって、なんぼなんだろうな。15ってあったかね、今まで。だいたいね、この、熟練で 100% にすると、ここに 20% とかってつくんだけど、ここら辺はね、5% とかで固めるときは多いのかな。15ってあったのかな。俺、あんま派遣の効果とか、じっくり見ないからな。なんならキャラの効果もじっくり見ないのである。めっちゃ忘れるからの、スキルとか。コストカットマイナス 30%、時間カット 10%、で、これもレア獲得率アップが 10% と。欲しいですね。まあ狙いはこれステップ2で確実にこの3体のどれか1人が当たるんで、エトが欲しいです。はい、ということでやっていきましょう。1回目、去年のクリスマスは俺ね、クリスマスのひなみかクリスマスのねアキラ、どっちか、アキラかな、引いたと思うんだよ。全然覚えてないんだけど。お、 SSR いいですね。ステップ1でピックアップが来るのではないでしょうか。あ、どっちか引いたと思うんだけど、なんかボックスいないんだよね。なんでだろう、俺打った記憶ないんだけどな。さあグール、まあタラララララララ、あ、まあ、聞こえた瞬間にね。でもこの派遣ガシャ、俺派遣持ってないやつ多いからな。派遣そんな回さないんで、絶対派遣って回した方がいいんだけど。なるほど、もう俺これノロ絶対熟練で 100% になってんだよな。なんかノロすげえくんだよ。じゃあ、確定枠ですね、行きましょう。もう、まあ、十分すぎるぐらいキャラは揃ってるんで、あとはね、派遣をしっかり詰めていって、あ、占領戦をいかに効率よくっていうか、今回の占領戦3週間で、年越すまでかな、あるし、しかも1億だしってね、なかなかあれだよね。お、グールってことは、あ、全員グールだわグールってことはじゃねえよ、全員グールだわ。捜査官バージョンとか来ないのかな。さあ、頼むぞ。なるほど、なるほどね。はい、ということでですね、クリスマス、記念派遣ガシャなんですけど、まあ、狙ったんですけどね、ロマということで、まあ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 、20% アップがちょっと魅力的だったかな、うん、ということで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。